全部それを背負ってね、全部それなくなる。キリストは蘇っている。私も今度はキリストと共に生きるのです。だからよく洗礼ではボンアゲン、新しく生まれ変わるって、キリストによって新しい人生をね。今日みんなが見てます。個人的にイエス様を信じたのはいつ頃信じたんですか？先月。先月信じた。それでもう救われてます。それで救われてる。洗礼を受けたら救われるんじゃなくて、信じることによって救われます。それが聖書なんです。そして今度はそれを、まあ、結婚式で言ったら籍入れるようなんですよ。それが結婚式して、ね、キリストを信じたものです。みんなお祝いして、みんなでお祝いして、嬉しいです。今日第1回目。第1回目。これからどん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 この洗礼を受けた新しい祭をして、蘇ってるね、本当に彼の人生の中で過去の傷や恥やまたいろんな、まあ、葛藤でもあなた全部背負って帳消ししてくれました。そして彼の人生これからイエス様あなたが導いてくれるから感謝します。神様この聖霊式をあなたが祝福してください。それから彼が自ら上がるときキリストと共に上がってるんだ、本当にその信仰が付与され与えられますように。イエス・キリストを自分の救い主として自分の罪を認め、それをあがなってくれた自分の神様としてイエス様を信じますか？はい、はい、そしてイエス様は自分の兄弟として神様としてイエス様の背中を追っかけてついていきますか？はい、じゃあルーマのために一言祈ります。皆さんも手差し伸べてください。イエス様、今日ルーマは神様を本当に信じ、全て罪許され洗礼を受けます。イエス様、彼が本当に人生の中でたくさんの怒りを感じ、そして両親との中でもたくさん傷つき葛藤してきたことを神様あなたはご存知です。でもイエス様、その中でそれを隠していつもニコニコしてきたルーマの腹の底をイエス様あなたは知っています。イエス様はそのリューマの人に見せなかった部分、一番見せたくない部分を愛して抱きしめ、そして力強くその罪を許し愛してくれていることを神様ありがとう。今日イエス様、リューマは全てをあなたの前にさらけ出し、そしてその全てを十字架にこの水と共に洗い流します。今日から始まる新しい人生をイエス様が導いてください。そして喜びに満ちた強い、そして仕事、家庭、家族、未来の将来、結婚、すべてがイエス様に導かれ祝福の人生と歩んでいきますように。今日イエス様からの情熱を受け取り、その情熱が周りに流れていきますように。愛するイエス・キリストの名前によって祈ります。